一塁側ダグアウトの後藤武俊、満塁のチャンスでピンチヒッター起用されて場内沸いたんですが1本出ませんでした。さあ他球場です。ジャイアンツが大量リードです。そして中日が2対1ソフトバンクに対してリード、そしてヤクルト日本ハムは3対3のタイスコア、タイガースが1点のリード、そして広島が2点リード。ゲームは中盤まで各球場進んでいます。今日はどうやら他の球場を見ますとセリーグ優勢という形で進んでいます。あ、本当はもう少しゲーム進んでるんですね。最新情報が今画面上で流していただいています。ありがとうございます。巨人は9点目が入ってファイターズが逆転に成功して5対3、そしてソフトバンクと中日は4対2中日、タイガースは3点目を取って3対0、カープも3対0とリードということになっています。さあ遠野がマウンドに上がっています。今シーズンの初登板です。遠野は7月11日の誕生日で29歳です。今年が11年目。ゲームは6回です。先頭バッターは俊太、今日はこの俊太が2安打です。3ベースとシングルヒット。去年までは2年間バファローズに在籍していました遠野。3球目振っていきますがファウルボールです。これもいい当たりだ。ライトの前ヒットになります。今日俊太は3安打。俊太の3安打猛打賞は今シーズン2度目。5月3日のホークス戦でも4打数3安打がありました。アウト一塁でバッターボックスは8番の伊藤です。この後は松葉の打順ではあるんですが、松葉は一応レガースもしてバットも用意はしていますが、ネクストバッターサークルはヘルマンがスイングです。バファローズは現在ブランコも故障で欠いて小屋野も一軍にはいません。今日はぎっくり腰でメンバーから外れたのは中島。バントする、一塁線ボール転がってどうだ、ボールは切れてファウルボールになります。初球バントがファウルになりました。
2球目インサイドボールが外れます。この回からマウンドに上がりましたベイスターズ今日2人目の東野、今シーズンの1軍の初登板です。ワンボールワンストライク、ノーアウト一塁、一塁へ牽制球です。ファーストランナー俊太、俊太は今日は3安打。バントするピッチャー前、送りバント成功、ベースカバーには石川が入っています。ワンアウトランナー二塁、ここで森脇監督はピッチャーを告げました。松葉が打席に向かうことはありませんでした。ヘルマンが起用されます。ワンアウトランナーは二塁です。バッターボックスヘルマン、このヘルマンも右のハムストリングの肉離れ、一旦登録抹消されましたが5月の19日に戻ってきました。初球アウトコースいっぱい決まっています。3球目さあ追い込んだ遠野が追い込んでワンボールツーストライクです。ワンアウトランナーセカンド、一旦ヘルマンが打席を外しました。ゲームは6回の表、バファローズの攻撃、ワンアウトランナーは二塁です。代打のヘルマン、ボールは真ん中に入ってきたんですがファールボール。低めのボール、ここはヘルマン当てています。5回には第9号の一発を放ったカラバイオ、さあここは遠野が追い込んでいますがワンバウンド、
ベイスターズ今日の先発は久保でした。この6回から遠野がマウンドに上がっています。ストレート振っていきますがファウルボール。レフト桑原は思い切って前にポジションを取っています。高く上がった、前進守備の右中間、ライト下がって下がって、どうだ、追いつけない。俊太スタートを切る、三塁キャンバスを蹴る、ヘルマンは三塁に向かった、スリーベース。ライトは極端な前進守備でした。ヘルマンのタイムリースリーベース。この位置からずっと井出が追っていったんですが届きませんでした。7点目が入っています。4点差、なおもワンアウトランナー3塁。さあ今度はベイスターズ内野陣はバックホーム体制、前進守備。バッターボックスは西野、今日はここまでまだヒットはありません。初球ストレート決まっています。ワンストライクナッシングです。2球目ボール外れてワンボールワンストライクです。内野陣はバックホーム体制、ワンアウトランナーは三塁です。高いバウンドがセカンドの頭上は越えませんが一塁に送って一塁はアウト。ランナーがホームに帰ってきました。8点目が入っています。西野はセカンドゴロ、高いバウンドでした。この打球が高いバウンド、下がって石川ボールを取って一塁送球、一塁間にあって、その間にヘルマンがホームに帰ってきました。ツーアウトランナーなくなっています。バッターボックスは2番の足立、今日はヒットが1本あります。センターの前にボールはどうか、落ちた、ヒットになります。足立今日2安打。バットの先だったんですがセカンドの頭上を越えていきました。バッターボックスには3番の糸井です。今日は最初のバッターボックスでヒットを放っていますが、
ただここまでもアベレージは2割3分台です。ランナースタート、盗塁成功です。足立が走ってきました。アウトランナーは二塁です。バッターボックスには3番の糸井、ボールカウントは2ボールナッシング。セカンド正面です。石川一塁送球、ランナーセカンドに残塁です。しかし6回の表、バファローズはヘルマンのタイムリースリーベース、西のセカンドゴロの間に1点を追加して、この回2点を追加しています。レフト桑原は思い切って前にポジションを取っています。高く上がった、前進守備の右中間、ライト下がって下がって、どうだ、追いつけない。俊太スタートを切る、三塁キャンバスを蹴る、ヘルマンは三塁に向かった、スリーベース。ライトは極端な前進守備でした。ヘルマンのタイムリースリーベース。この位置からずっと井出が追っていったんですが届きませんでした。7点目が入っています。4点差、なおもワンアウトランナー3塁。バッターボックスは2番の足立、今日はヒットが1本あります。センターの前にボールはどうか、落ちた、ヒットになります。足立今日2安打。バットの先だったんですが、セカンドの頭上を越えていきました。バッターボックスには3番の糸井です。今日は最初のバッターボックスでヒットを放っていますが、ただここまでもアベレージは2割3分台です。バッターボックスには3番の糸井です。今日は最初のバッターボックスでヒットを放っていますが、ただここまでもアベレージは2割3分台です。
ランナースタート、盗塁成功です。足立が走ってきました。2アウトランナーは2塁です。バッターボックスには3番の糸井、ボールカウントは2ボールナッシング。セカンド正面です。石川一塁送球、ランナーセカンドに残塁です。しかし6回の表、バファローズはヘルマンのタイムリースリーベース、西のセカンドゴロの間に1点を追加して小谷ですが1本出ませんでした。さあ他球場です。ジャイアンツが大量リードです。そして中日が2対1、ソフトバンクに対してリード。そしてヤクルト日本ハムは3対3のタイスコア、タイガースが1点のリード、そして広島が2点リード。ゲームは中盤まで各球場進んでいます。今日はどうやら他の球場を見ますとセリーグ優勢という形で進んでいます。あ、本当はもう少しゲーム進んでるんですね。最新情報が今画面上で流していただいています。ありがとうございます。巨人は9点目が入って、ファイターズが逆転に成功して5対3、そしてソフトバンクと中日は4対2、中日、タイガースは3点目を取って3対0、カープも3対0とリードということになっています。さあ遠野がマウンドに上がっています。今シーズンの初登板です。ワンアウトランナーセカンド、一旦ヘルマンが打席を外しました。ゲームは6回の表、バファローズの攻撃、ワンアウトランナーは2塁です。代打のヘルマン、ボールは真ん中に入ってきたんですがファールボール。低めのボール、ここはヘルマン当てています。5回には第9号の一発を放ったカラバイオ。さあここは遠野が追い込んでいますが、ワンバウンド、